こんにちは。アリン固形 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルでは、アリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。この動画では、2023年のクロオアリとムネアカオアリの結婚飛行時期を予想します。アリ飼育に必要な女王アリを採取するためには、結婚飛行に遭遇するのがとても大事です。この動画をご覧いただき、今年の新女王アリ採取の計画を立てていただけたら嬉しいです。またこの動画では、なぜ、多くのアリの結婚飛行が早まっているのかについても、私の見解を紹介しますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はじめに、結婚飛行とは何かについて簡単に紹介します。結婚飛行とは、羽のついた新女王アリと、オスアリが一斉に飛び立ち、交尾することを言います。交尾に成功すると、女王アリは羽を落とし、巣穴を掘ります。アリを飼育するために欠かせない女王アリですが、アリのコロニーを傷つけることなく採取できる唯一のタイミングが、この結婚飛行ということになります。そしてこの結婚飛行ですが、多くのアリで年々その時期が早まってきています。その大きな原因は、地球温暖化になります。クロオアリやムネアカオアリの結婚飛行は通常、5月から6月頭にかけて行われるのですが、昨年は、4月25日頃に、関東南部や関西、九州にかけて広く見られました。通常、10月に結婚飛行を行うトゲアリも、昨年は8月下旬から9月頭にかけて行われました。今年のクロオアリやムネアカオアリの結婚飛行はいつになるでしょうか？ズバリ、私の予想を言いますと、関東南部や関西、九州の暖かい地方では、4月20日頃になると予想します。この理由について、今から詳しくお伝えします。まず、私が思う、クロオアリやムネアカオアリの1年間のスケジュールについて紹介します。クロオアリやムネアカオアリは、4月頭頃に活動を再開し、地上に出てくるようになります。5月に結婚飛行を行った後、増殖や新女王の生産のために、たくさん餌を食べます。それが9月頃まで続き、10月から冬眠に入ります。夏頃、オスアリや新女王アリが続々と誕生します。すなわち、クロオアリやムネアカオアリは、だいたい6ヶ月間、活動し、6ヶ月間、眠る、というサイクルを言っていると考えられます。ここで、地球温暖化が進行すると、このサイクルはどうなるでしょうか？こちらが地球温暖化が進行した現在の、クロオアリやムネアカオアリの予想される1年間のスケジュールになります。まず、春の気温上昇によって、活動再開が早まります。活動再開が早まると、オスアリの寿命や新女王アリの成熟が早まります。その結果、結婚飛行が前倒しされます。これは、春に結婚飛行を行うアリだけでなく、夏や秋に結婚飛行を行うアリも同様と考えられます。さらに、活動再開が早まったことや、夏の高温で活動量が増加し、冬眠開始も早くなります。私の地元では、クロオアリは通常9月下旬くらいまでは見られるのですが、昨年、9月上旬には地上から姿を消していました。映像は昨年9月の頭に見た、昨年最後のクロオアリの活動の様子です。冬眠開始が早まることで、それに伴って活動再開も早まります。こうして、結婚飛行がどんどん前倒しされるサイクルに入っていくと考えられます。そしてあまり議論されていないのですが、結婚飛行のトリガーとして、大事だと考えられる2つの要因について紹介します。1つ目は、新女王アリの成熟です。新女王アリは結婚飛行の後、巣穴を掘って中で育児をしますが、その間、飲み食いができません。なので、新女王アリは、卵巣が成熟し、
栄養状態が良くなったタイミングで、できるだけ早く結婚飛行を行いたいはずです。二つ目は、お座りの寿命です。私は特にこちらの方が重要だと思います。お座りは、結婚飛行のためだけに生まれてきますので、寿命が短いです。ですので、寿命が尽きる前に結婚飛行を行わなければなりません。私は昨年、人工交尾のために梅松終わりのお座りをたくさん採取したのですが、そのほとんどが1日でなくなりました。つまり、寿命ギリギリで飛行していたというわけですね。要するに、お座りの寿命が結婚飛行の時限爆弾となっているわけです。なので、温暖化によって活動再開が早まると、お座りの寿命が来るのが早くなるので、結婚飛行を前倒しせざるを得ないのです。これは秋に結婚飛行を行うアリも同様です。だから、トゲアリやキイロシリアゲアリなどの結婚飛行も早まっているわけです。これらのことを踏まえて、改めて、今年のクロオアリやムネアカオアリの結婚飛行を予測すると、クロオアリは冬眠開始も早まっていますので、活動再開も早いと考えられます。そして、昨年より早く結婚飛行を行うのではないかと考えます。なので、関東南部や関西、九州の暖かい地方では、4月20日頃になると予想できるのです。関東北部や東北、北海道では、5月中になるのではないかと思います。今回の動画、いかがだったでしょうか。クロオアリやムネアカオアリの飛行が4月20日頃というのは、あくまで私の予想ですので、もちろん、外れるかもしれません。ですが、昨年より早くなる可能性は高いと思いますので、皆さんお早めに、準備をしておきましょう。皆さんは、今年のアリの結婚飛行はいつになると思いますか？もしよかったらコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録もお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。